で誰にこのセットを託すのかというところです。福田監督がマルティノス選手を呼んでいましたね。奈良ですね。キーパーのセンスのあるフィールドプレイヤーというのもいるものですけれどもね。さてセットプレー、試合が再開されます。3、4分時計が止まっていました。フリーキック直接まず狙ってみました。そしてこれを抑えてみせました。奈良アタックエリアの中シュート、オーバーを頑張った奈良たつき頑張ります。ならキャッチします。無難にもうこれで3つのプレーをこなしました。マルティノス、急増ゴールキーパー奈良たつきがセーブあるいはキャッチするたびに会場から大きな拍手が湧いています。